私はアドバンスレジデンス投資法人の資産運用会社であります AD インベストメントマネジメントの工藤と申します本日はアドバンスレジデンス投資法人 J リートオンライン IR セミナーをご視聴いただき誠にありがとうございます早速ではございますが説明に入らせていただきますこの後アドバンスレジデンス投資法人の概要足元の運用状況分配金の見通しこちらの三点について説明をさせていただきます 特にコロナ禍で運用面においてご懸念を抱かれている方もいらっしゃるかと思いますので、その部分についても説明の方をさせていただければと思います。それではよろしくお願いいたします。まずはアドバンスレジデンス投資法人の概要についてです。証券コードは3269、投資対象は賃貸住宅に特化をして投資をしております。一部、店舗、事務所区画等が含まれるものもございますが、主な用途が住宅である不動産に特化をして投資をしております。 J リートにはスポンサーという企業が存在しておりますスポンサーは物件の供給や運用面などでサポートになっております当投資法人のスポンサーは伊藤忠商事となっております決算月は1月と7月分配金の支払いはその3ヶ月後の4月と10月の年2回を予定しております予想分配金は年間で1万1200円とさせていただいております また本投資法人は2010年旧アドバンスレジデンス投資法人と日本レジデンシャル投資法人の2つの住宅特化型の J リートが合併をし現在の体制となっております。合併前から合算いたしますと運用期間は17年を超え J リート全体の中でも相対的に長い運用実績がございます。次に我々が投資対象としている賃貸住宅の特徴についてご説明をいたします。 賃貸住宅の特徴は他の不動産と比較すると資産規模あたりの物件数が多くまた1物件あたりのテナント数が多いことから投資の鉄則である分散が図れており稼働率や収益面が安定しやすいと私たちは考えております。後ほど詳細はご説明いたしますが当投資法人は4,585億円の資金を271の物件に投資をしており 一物件あたりの投資金額は17億円程度でございます他の不動産は一物件あたり数十から数百億円規模になる場合も多くございますしたがって同じ金額を賃貸住宅に対して投資する場合は他の不動産と比較をし多数の物件へ投資することとなります結果としまして分散効果がおのずと出やすい特性がございますまた 一物件あたりのテナント数が少ないということは一テナントの貸し床面積に物件に与える影響が大きくなります従いまして一テナントの解約が稼働率に与える影響もおのずと大きくなってまいります一方住宅の場合はテナント数も多く基本的には各入居者の方とそれぞれ個別での契約となっております多数の入居者が同時に解約するということは考えにくく また一住戸の解約に対する影響は極めて軽微であることから稼働率が安定しその結果収益面でも安定しやすいというのが賃貸住宅の特徴であると私たちは考えております次にアドバンスレジデンス投資法人についてご説明をさせていただきます同じ住宅系 J リートの中において我々は三つの強みがあると認識をしておりますその強みについてご説明をいたします まずはじめに、資産規模についてです。住宅系リートは全部で7銘柄ございますが、その中で4585億円と最大の資産規模を誇っております。その最大の資産規模を活かして、投資の分散を図っております。2つ目が、負債についてです。借入れ期間の長期化、金利の固定化、さらに返済期日の分散化を図ることで、財務基盤の安定化に努めております。 結果、信用格付け機関2社から J リートの中では相対的に高いご評価をいただいております。3つ目が純資産についてです。J リート最大の内部留保金の305億円を積み立てております。これにより分配金の安定化を図ることができると私たちは考えております。それぞれ詳細についてご説明してまいります。まず1つ目の強みであります。最大の資産規模についてです。 繰り返しになりますが、資産規模4,585億円、物件数で271棟、賃貸可能個数21,522戸に投資をしております。投資のエリアにつきましては、都心・主要七区と都心部の東京23区合計で70%強になっております。東京23区を除く首都圏で約10%程度、その他政令指定都市等約20%となっております。 人口動態の関係上東京23区を中心に投資をしておりますがその他のエリアに対しても一定程度の分散投資を行っておりますエリアの分散投資を行うことで将来的な震災等へのリスク人口動態の変化に対しても対応できるものと考えております続きまして重固タイプについてです単身者向けのシングルタイプに37%広さが 40平米から50平米程度のコンパクトタイプに27%そしてファミリータイプと少し広めのラージタイプ合計で30%とさまざまな住戸タイプを揃えておりますこのようにさまざまな住戸タイプを揃えることで需要の変化があった場合にも対応できるものと考えておりますまた賃料価格帯については月額賃料が10万円未満の住戸が50% そして15万円未満の住戸まで含めますと約75%となっております高額な賃料帯の物件は少なく需要の高いターゲット人口が多い賃料価格帯に投資を行っておりますので稼働率の安定化が図れるものと考えております次に2つ目の強み安定した財務基盤についてですどの J リート銘柄におきましても各金融機関様より資金の調達を行っております 当投資法人も現状約2200億円の有利子負債がございます。借入期間を長期化し、金利の固定化を行うとともに、返済期日の分散化を図っております。この返済期限の分散化は、1期あたり約150億円を上限に設定して運営を行っております。これに加え、銀行からの融資枠であるコミットメントラインを200億円設定しております。こちらは、我々が借りたいときには、基本的には、 銀行は融資をしなければならない契約となっておりますリーマンショック後のような金融混乱期があったとしても少なくとも半年以上は借り換えのリスクはないということになりますまた返済期日を分散することで金利が急激に上昇したとしても借り換えによる金利の上昇による影響を警備に抑えることができますその結果金融費用についても安定的に推移させることが可能だと考えております 次に、負債比率についてです。こちらの折れ線グラフは、総資産に対する有利子負債の比率となっております。現状の借入比率は約四十八パーセントとなっており、住宅系リートの中では最も低い水準となっております。負債比率が低いということは、借入余力があるということになります。つまり、物件の取得余力を確保できている、ということになります。 仮に50%程度まで借入比率を引き上げた場合約170億円の物件を追加取得することが可能ですこの所得余力も活かしながら一口当たりの利益の成長につなげていきたいと考えております三つ目の強み J リート最大の積立金についてです J リートは利益を全額分配することで法人税がかからない仕組みとなっております従いまして通常の事業法人のように 実質的に利益を内部留保することが困難となりますしかし当当初法人は不の令発生益が合併の際に発生いたしましたこの利益は分配せずとも法人税が課せられないため積立金として現在305億円を内部留保しております他の J リート各社においても積立金はございますがこちらご覧のとおり当当初法人が一番多くの積立金を確保しております 次に積立金の活用方法についてです大きく2つの人で分配に活用または活用させていただく方針でございます1つ目の人として長期にわたる分配金の原資として活用しております今後45年以内に均等額以上を取り崩すこととしております従前は発行体の任意で積立金を取り崩すことができましたが2015年の税法改正により50年以内の期限を定め 均等額以上を取り崩すこととなりましたこれを受け当投資法人も50年の均等分配を実施しております税法改正当時335億円の積立金がありましたそれを50年100期にわたり取り崩しますつまり一期あたり3億3500万円現状の投資口数が138万5千口でございますので一口当たりの分配金に換算いたしますと242円となります こちらを分配金の原資とさせていただいております2つ目の人についてです分配金の安定化のために活用させていただく方針としております現在分配金を1期あたり5,600円と予定しておりますが将来的な売却や震災等の既存などによる大きな損失が発生し分配金が5,000円を下回る場合には追加で積立金を取り崩すことにより5,000円以上の分配金を確保する方針でございます このことにより、実質的に5000円という分配金の加減額を設定している投資商品ということになります。以上、アドバンスレジデンス投資法人の3つの強み、住宅系リート最大の資産規模、安定した財務基盤、J リート最大の積立金についてご説明をさせていただきました。次に、足元の運用状況、コロナ禍の影響についてご説明をさせていただきます。 賃貸住宅の動向としましては、ここ数年は高稼働率を維持しつつ、賃料水準も大きく上昇しており、極めて順調に推移しておりました。しかしながら、コロナの影響を受け始めた2020年夏場以降、その成長スピードは緩やかになり、3年から4年程度前の水準に戻ったというふうにまずはご理解いただければと思います。それではまず、稼働状況についてです。稼働率は若干低下をしております。 コロナ禍前の好長期約97%近い稼働率を比較しますと季節による変動はあるものの現在は96%前後とお、おね1%程度低下をしております。しかしその水準からさらに下落する傾向は見受けられませんので影響としては比較的軽微であると考えております。また2010年以降の稼働率は年平均では95%から97%の範囲で推移しておりました。 過去の実績からも現状の水準から大きく下落することはなく今後も稼働率は安定的に推移していくものと考えております次に賃料水準についてご説明をいたしますまずは東京23区首都圏の賃料水準についてですこちらのグラフは賃料水準の推移を表したものになりますこの賃料変動率とは同一重工において 従前の入居者の方と新たにご入居いただいた方の賃料差を両立でお示ししております東京23区の賃料は以前は大きく上昇しておりましたこのコロナの影響を受けてその上昇率は低下をしております賃料水準がマイナスに転じたというわけではなく上昇スピードが従前と比べると緩やかになったというふうにご理解いただければと思っております 一方、首都圏に関しましては、コロナの影響を受けることなく推移しております。こちらのグラフの見方でございますが、まずは一番右上をご確認ください。こちらが東京23区全体の実績となります。2020年2月から2020年7月期、賃料変動率はプラス7.3%でした。青色の棒グラフが上昇した住戸の割合を示しており、 全体の90%超の住戸で賃料が上昇いたしましたそしてその上昇した住戸の平均上昇率が8.2%であったことを示しております次に赤色の棒グラフが下落した住戸の割合を示しており全体の5%弱の住戸が賃料が下落いたしましたそしてその下落した住戸の平均下落率が3.5%であったことを表しておりますそれが このコロナの影響を受け始めた2020年8月以降賃料変動率は1.8%上昇下落した割合はともに50%程度にまた上昇した住戸の上昇率も6.3%にとどまり下落した住戸の下落率は4.5%に拡大しております2021年2月以降直近の状況としましてもこの傾向からは大きく変わっておりません 重庫タイプ別での傾向といたしましてはコンパクトタイプ以上の比較的大きめの重庫は影響は軽微であったのに対しシングルタイプの重庫で影響は受けております理由としましては転勤需要の減少東京への人口流入の縮小一部狭い重庫に対しての需要の減退この3点ではないかと考えております今後の見通しとしましては 転勤者を含めた東京への人口流入の回復が一つのポイントと考えております。次に、各主要都市の賃料水準についてです。傾向としましては、大きく2つに分かれております。札幌、仙台、名古屋、この3エリアは賃料が下落に転じました。当エリアの賃貸需要は、東京圏からの転勤者に多く支えられておりますので、その影響があったものと考えております。 ただ直近では札幌仙台エリアに関しましては回復傾向にあります他方名古屋に関しましては従前から物件の供給が比較的多く回復までにはもう少し時間を要するものと考えております関西福岡エリアはコロナの影響はほとんどございませんでした周辺他府県からの需要が多く見込まれるエリアであることからこの影響がほとんどなかったとこのように考えております 次に不動産売買状況についてです賃貸住宅の不動産価格はコロナ禍においても全く影響なく高値で推移しておりますこちらの茶色い折れ線グラフは当投資法人が保有をしている物件で継続的に行っている鑑定評価における利回りを記載しております不動産の利回りが低いということは価格が高いことを意味しております利回りは年々低下をしこのコロナ禍においても変化はなくむしろ低下傾向が継続しております つまり不動産価格が高止まりしていることがお分かりいただけるかと思いますまた賃貸住宅の供給量も限定的であることから不動産売買マーケットの需給は逼迫しこの状況は当面続くものと考えております続きまして緑色の折れ線グラフは当投資法人が過去に取得した物件の平均利回りを記載しております従前は不動産価格が安かったこともあり積極的に取得をしておりました 現在不動産価格は高騰をしておりますので私たちは厳選して物件の取得をしておりますそのような中スポンサーからはその年により程度の差はあるものの平均して年間50億円程度の物件の供給を受けております次に今後の外部成長についてですスポンサーである伊藤忠商事グループではアドバンスレジデンス投資法人向けの賃貸住宅の開発としてはこちら記載の通りでございます 東京23区を中心に31物件想定規模で約560億円程度となっております先ほど申し上げた通り不動産取得は厳選し当面はこちらスポンサー開発案件を中心に物件の取得を進めてまいりたいと考えております次に資金調達についての影響でございますこちらのグラフは資金調達状況の推移となりますアドバンスレジデンス投資法人に対し 各金融機関からの貸し出し姿勢に特に変化はございませんコロナ禍においても引き続き調達金利は低位で推移しまた調達年限の長期化も併せて実現させていただくことができております以上足元の運用状況についてご説明いたしました次に分配金の見通しについてご説明をいたします 直近の実績ではおおむね一口当たりの分配金は5500円から5600円とさせていただいておりました予想分配金は21年7月期22年1月期ともに直近の実績とほぼ同水準でございます一口当たり5600円としすでに公表をさせていただいております今後もしっかりとした運用を行い安定した分配金の実現とともに着実な成長ができるよう努めてまいります 最後に今までお話をさせていただいた内容をまとめさせていただきますまず1つ目がアドバンスレジデンス投資法人の特徴についてですスポンサーは伊藤忠商事でございます分散の効いた賃貸住宅に特化をして投資を行い稼働・収益面が安定しております3つの強みである住宅系リート最大の資産規模安定した財務基盤の構築 J リート最大の305億円の積立金がございます 2つ目がコロナ禍における足元の運用状況です稼働率はやや低下も安定的に推移賃料上昇は従前より緩やかでございますが継続をしております不動産価格は高止まり当面継続する見込みでございます物件の取得はスポンサー物件を中心に厳選して行ってまいります資金調達への影響はなく借り入り期間を長期化金利の固定化を継続して実現できております 最後は分配金についてです。一口当たりの予想分配金は五千六百円と公表しております。また実質的に五千円という分配金の下限値を設定しておりますので。安定した分配金を実現することができる投資商品となっております。このコロナ禍で見通しにくい状況ではございますが。このような環境だからこそ、私たちの今まで培ってきたノウハウを最大限発揮し。安定的な運営と。 着実な成長を実現してまいります。そして皆様のご期待に添えられるよう、引き続き精一杯頑張ってまいります。私からの説明は以上となります。この度は、アドバンスレジデンス投資法人の J リートオンライン IR セミナーをご視聴いただき誠にありがとうございました。